縦動画なので画面回転してみてね。トカチを帰り、防災フェスタ会場まで徒歩で歩くよ。テク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 。やんやバスに追い越されたし、リフレクションが綺麗だな。暑い。バス見っけ。自衛隊の方が歩いてるだけなのに取らさる。自分の前で、はい、ここまでで終わりですって言われる気がして不安。うまい。え、やばいんだけど、フルハーネスつけてんじゃん。マジかっけー。取っちゃうよ。か、もう取ってるか。高所作業隊。うはうはやべえ。テンション上がったわ。ニヤニヤ。ここね。自衛隊の方の後ろ姿になるな。珍しい車だな。なんか並んでる。ちょっといいですか。パシャリ。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報。リアルならドキドキするけど安心して聞ける。なんか映画のワンシーンみたい。マシューマルコラボ。北海道警察と海上自衛隊。フルハーネス装着できるんだって。妄想を楽しんだ時間は永遠に忘れない。なんだなんだなんだ。行列に並んでるからよく見えないんだけど。ああ、フルハーネスのために行列から抜けれないよ。もっと目の前で見たいやつ。うわ、悔しい。来た。パシャリ。またヘリが来た。高いところ怖いな。パシャリ、パシャリ。かわいいピンクのトラックが好きだな。なんか見たことある気がしてたけど、運動会の玉入れだ。さっきの土のうを組み上げて作ったやつ。河川の溢水などの被害が発生したところであり、閉会式。時と場所を問わず発生する。自衛隊の車と山頂。緑の島から見える景色が気になる。帰っていく消防車。残った消防車。子供サイズの消防士の服があるんだ、かわいい。国土交通省の車両。ピカピカかわいい。それでは、今回のお気に入りトップ3の発表です。海上保安庁熊高。消防車。
函館バス。ご視聴ありがとうございました。